ということでね、お坊ちゃんです。こんにちは。今日も証拠りもなく、またあ、ぐらつくな、オープンリールですね。今回東芝、ハンディエースの 3L ってやつをですね、ちょっと、これいくらだったかなヤフオクで落としましたんで、こちらを見ていきたいと思います。まあどうでしょう、時代的にもこれも分かりませんが、あの調べたやつを出しておきます。あ、外れるタイプですね。まあ東芝はハンディエースっていう、あの個体名というか、なんていうんですか、商品名をつけてますね。エース、一応オートレベルって書いてますけど、ボリューム、別にこの電源共有ではないですね、ボリュームですね。電源は特にないですね。またあのこの例の溶けた溶けた跡がありますけど、はい。でこれはですね、もう、電源はさせません。あの電池タイプです。もう電池オンリー、単2をですね6本使います。 DC9V、型番は GT の 410P になりますね。まあでも400番台と500番台で、まあ、多分時代的には似てんのかな、トランジスタですね、この大きさだと。だけどまあ、これが一般家庭用の廉価版で、多分600クラスか、600クラスがあの学校用とかいうなんか区切りなのかな。で500番台がまあちょっとあの上級機種、この辺は多分廉価版っていうか、まあおもちゃって言っちゃうね、あれですけど、になるのかと思われる。なんか出てくんな、これポロポロ。おお、嫌な予感するな、これ。わ、いっぱい出てくるな、これ、ちょっと。あ、これ、ベルト系がもしかしたら、死んでるね。あらあら。あ、これはちょっと、あれだな。電池入れるまでもないか、もしかしたら。一応入れてみましょうか、電池。あ、なんかパラパラいってんな。やだな。ということで、単2ですね。単2を、この図の通りか。まず1本、下向き1、2、3、4、入れたよ。じゃあプレイを押してみましょうか。プレイ。音はするけど回りませんね。はい、案の定です。巻き戻し、音はするけど回りません。ボリューム、何も聞こえません。レコード、多分まあプレイを押しながら、おっ、レコードか。多分まあスイッチの、なんだ、心霊かまあこの辺もちょっとね、ポロポロ出てくるな。まあ
バラしてみましょう。これだ、このベルトか、細いな。ちょっと試しにつけてみるか。ちょっと適当なゴムをつけてみますね。ちょっとテンションきついかもしれんけど、それでちょっと試してみようか。さあ、どんなもんかの。落ちるなよ。プレイ。お、回ろうとしてる、回ろうとしてる。うん、多分ね、テンションがきついかな。巻き戻し、回らない。うん、これで回らないってことは中か。もうちょっと開けてみっか。はい、開けてみました。ちょっとね、一箇所ね、ネジを止めるところのね、ここが折れちゃってますね。で、これベルトがね、ひっついてますね、これ。まあ、この辺はちょっと掃除しておきます。で、ここですね。跡がありますね。こうかかってますね。かかってましたね、これ。こっちにひっついて、これあれか、あのウレタンの、ウレタンのゴムでやった方がいいのかな。これすごいね、スプリングです。うわ、こんなのはちょっと今ないよ。だから回ろうとしてるんだけど、硬いのか、これが。うん、こいつが硬いですね。なので、まあ多分バラして油さしてやればスムーズに回ると思います。問題はこれもちょっとあれか。これはいいな。じゃあちょっとね、やります。ここの電極がですね、あのプラスチックにパチッとはめるんですけど、その爪が折れてたので、例の2液混ぜ混ぜ接着剤で今接着してますので、
ちょっと時間かかります。はい、ってことでね、一通り終わりまして、どうですかね、よし一応ね、あの掃除もしました。まあ、くすみとかね、この焼けはマジックリンでは落ちませんでした。さあ、再生してみようか。果たして、これ何だったっけ。ダメだ、こっちが。やっぱダメだな、あのスプリングのリールがダメだな。もしかしたらこれあのスポンジがここないんで、再生をした時にヘッドにこれブラケットが直接押し込まれてて、多分これでテープもしかしたら傷がついちゃったかもしれないね。まあでもこっち側だからいいっちゃいいけど、知らんけど、ちょっとこれね、多分スポンジかもしれないんで、ちょっとねこの手のスポンジないな、ちょっと探します。全然いいのがないんだけど、今ねこれあのハンダゴテをこの綺麗に水を含ませるスポンジ、これをちょっと使ってみました。多分これ本当はフェルトかなっぽいんだけど、ちょっとないんでね、まあ、とりあえずこれで代用してみます。乾くまでしばしお待ちください。どうもうまくいかないんで、再生のこの ドラムのね、この黒いスポンジにこれがはまって、でこの中のこれがまあこのバネで引っ張られて回るんだけど、どうもこのまあこのリ中のそのプーリーかちょっと緩すぎるんじゃないかと思って、だからこのなんだろう黒いスポンジがもう痩せてスカスカだと思ったんで、ちょっとねこういう感じで厚みを持たして、これでやってみます。さあ、
うん。